使徒的祝福、または教皇の祝福は、教皇によって直接、または委任によって与えられる祝福である。一般役見教皇は、多くの方法で、死と的祝福を与える。司教は年に3回祝福を授与する権限があり、どの司祭も死に直面している人のために祝福を行うことが、できる。教皇の祝福。 ポンティフィックルブレッシングとしても知られる司教の祝福は、使徒的祝福とは区別される。使徒的祝福を授与するための特に正式な儀式は、ウルビエとオルビの祝福である。教皇による祝福は、毎年、復活祭とクリスマスの機会に、サンピエトロ大聖堂のバルコニーから行われる。新教皇がコンクラーベで選任された時や特別な機会にも、祝福が与えられる。 使徒的祝福用必死使徒的祝福は、重要な機会に個人に与えられる手紙、または用必死によっても授与される。この場合、特定の形式の言葉は必要としない。教皇から個人に送られる手紙は、しばしば、その人及びその人に関連する他の人に、使徒の祝福を与えることで終える。その一例は、教皇、フランシスコの司教助会25周年記念の、 アゴスティーノ・バリーニ・スーキ教への手紙である。司教は自分の教区内で年に3回、公式な祝日に首都的祝福を与えることができる。教区司教と法的に同等であると、教会法で認められている司教ではない、行為聖職者も同様である。例外的な状況では他の機会にも祝福を与えることができる。特定の形式を使用して、ミサの終わりに、 通常の祝福の代わりに与えられる。教皇庁大使も教皇の祝福を書面で与えるよう委任されている。ウルビエとウルビ形式で教皇自身によって、またはこの認可に従って司教によって祝福を授与されたとき、教皇の祝福を受ける人々には全面章が与えられる。儀式自体に参加することができず、代わりにラジオやテレビで祝福を受ける人にも全面章が与えられる。 病気の死亡ケアに関する教会の儀式書は、他の場所、例えば免罪符の、死と的祝福と呼ばれるものに、死と的恩赦という用語を使用している。司祭は、祝福を死に直面している人のために与えるように、促されるが、もし司祭がいない場合、教会は、死の瞬間に信者に全面賞を与えるために、通常必要な4つの条件を提供する。ありがとうございます。